皆さん、こんにちは。カレージジナスピンタルのピテラハジマンと申します。私のスピーチのタイトルは、言語学習による変化でございます。よろしくお願いいたします。最近、私の友達が、ねえ、ピテラ君、どうして日本語を勉強するの？と僕に聞きました。多くの理由がありましたが、全然答えられませんでした。だから、たくさん考えました。昨年2月に非常事態が起こった時、日本語の勉強を始めました。この時、日本語を学ぶのは難しいと言われて、日本語を学ぶのが怖かったのですが、とにかくやりました。初めての日本語での交流は忘れられません。本当に緊張していました。私は14歳ではなく40歳だと言いました。私のパートナーがどれほどショックを受けたか想像してみてください。しかし毎週練習をしたから慣れました。スカイプで電話するのも楽しみにしていました。だんだんたくさん新しいことを習いました。以前は本当に無知でしたが、ゆっくり改善しました。それに気づき、僕は嬉しく感じました。日本語が上手になるだけじゃなくて、いろいろな人に会って、他の国の文化を習って、考え方も広がりました。話すこと、空気を読むこと、時間管理を学びました。そして今、ここで皆さんと話しています。当時、日本語を学び始めていなかったとしたら、今でも無知かもしれません。日本語を始めることへの恐怖を克服しなければ、今日の場所にいないかもしれません。だから、さっきの友達への答えは、僕は変化が大好きだからということです。日本語を学ぶことは、僕により良い変化をもたらしました。それが僕は大好きです。そして、誰もが変化を愛することを願っています。ありがとうございます。